こんにちは、なみさん。お疲れ様です。いつも動画を送り、送りいただきましてありがとうございます。あの、最近ね、11月1日に、私の町内に、久々にね、新規の店がオープンしたんですよ。それはパン屋さんなんですけども、今までずっと40年ぐらいね、あの、古いパン屋さんがあったんですけども、そちらの、まあ、ご主人が亡くなり、奥さんが細々とやってらっしゃったんですけども、 うんやっぱり奥さんもねもうご高齢ですからいつやめようかなって感じたところある日突然お客さんがいらっしゃってここでお店はやらせてもらえませんかっていうことでねずっとサラリーマンだった方があの趣味でパン作りをしてたらしいんですよその方が店を出したいんだってことであの奥さんのところにね話をもしっかり来,て来た時にものすごくね喜んだ感激したみたいなんですよなんかのの形でここ店が残ればなとと思ってたところ 自分の店そのものを継ぐわけではないんだけども同じパン屋さんを新しい形でここでオープンしたいということでね非常にその居抜きとしてはベストな状態で引き継いだんじゃないかなと思いますその奥さんも新規の店がオープンした時にレジに立って一生懸命感謝で働いていたんですよねで新しい店オープンすると行列ができるわけですよ私も毎日行ってるんですけどもね行列ばっかりですねでパンはすぐ売り切れちゃうしすごいですねおいしいしね で奥さんもその行列を見てね、本当になんかこう、感動で涙が出たみたいですね。こういった形で、お客様に自分の店が引き継げるなんて、なんて嬉しいことはないということでございました。安心して引退できるんじゃないかなと思いますけども、で、今回ね、こういったことをずっとね、私、動画で撮っていってたんですよ。まあもちろんね、あのー、個人の方を出すようなことは今回はないんですけども、パイアンさんがオープンして、毎日私が食べに行ってるその感想をお送りしてたんですけども、 まあそうなると不思議なことにね、私の動画とは全く縁もゆかりもない方が、新しい視聴者さんとして私の動画を見に来るようになるわけですよ。うんだから、私の場合は広く日本全国に発信する、場合によっては世界中に発信する動画を撮ってるわけですけども、逆にローカルの情報をやってもね、ローカルな人が集まってくるんだろうなと。うん本当になんかこう、特にキーワードを入れたわけでもないですし、SE を意識したわけでもないんですけども、まあ不思議なもんですよね。 YouTube っていう仕組みがねどのぐらい優れてるものかってことを感じざるを得ないですね、うん、もちろんその場所とかあのゆかりのあるキーワードを会話の中に入れてるんでそれが自動判断でアクセスを呼び込んでくれてるんじゃないかなと思いますけども理想的なね YouTube の集客の仕組みはそこにあるなと思いますね、うんまあ、これからも YouTube のねいろんな素晴らしいところを取り入れながらやっていこうと思いますし まあでもそれにね、やっぱり振り回されないように、私は私の基本的には好き勝手に思ったことを話すスタイルでやっていこうかと思いますけどね。まあでもなんか人の店を応援するっていいですね。自分が店をやってうまくいかなかった方なんで余計思いますけども、いや、うまくいってくれ。そのためには俺はお客さんとして参加するぜみたいなね。そんな気持ちでございます。じゃあ日曜日は休みということなんで、月曜日にまたそのパン屋さんの方に行ってみようかと思います。まあ一応ね、概要欄にパン屋さんの動画ちょっとつけておきますんで、 よろしかったらね、ご覧いただければと思います。それでは、今回は以上です。